ありがとうございます。おはようございます。え、休業中ですけどもね、
ルールについては2011年度日本バレーボール協会のルールで行います。ただし小学生のフリーポジションになります。予選中については3チーム銀線、そこで4チーム銀線あります。でそこの審判ですけども相手のチームでお願いします。でセットですけども、全て、2セットマッチという形で1日で終わっても得意失点で勝ち負けを決めます。でブロック、予選に終わりまして ABC のブロックに分かります。 ABC のブロックの決勝のみ3セットマッチになります。勝ち負けこれだけの特別ルールで行いますの であとはですね、決まらないように頑張ってください。で移動の場合に走ってますのでね、滑って転んだりそういうことしないようにゆっくり移動してください。であとお昼ですけども、お昼については予選に終わりまして各会場へ移動になります。で移動してからお昼は食べてください。その場では食べないようにしてください。で移動したら最終戦入りますので、活動を行います。その最終戦終了後に、食事の方、時間を空けます。なるべくなら早く移動して、体を休めるように考えてください。じゃあ、以上ですね。怪我がないように頑張ってください。Thank you.